矢部内里氏は、日本の彫刻家。東京芸術大学大学院教授、奈良県立美術館館長。1953年、大阪府大阪市にて生まれる。大阪府立三国岡高等学校を経て、1978年、東京芸術大学美術学部彫刻家卒業。1980年、東京芸術大学大学院美術研究家。 住川基地研究室で彫刻を専攻し、終了する。1982年から1987年まで、東京芸術大学大学院美術、研究科保存修復技術研究室の非常勤講師を務める。仏像などの古美術の古典技法と、その修復技術を研究、新薬指示地像、菩薩立像、 平林寺16羅漢像などで東京芸術大学が中心となっていった保存修復に参加する。1987年彫刻家として活動を開始する。作品には横浜ビジネスパークの犬の歩け場などパブリックアートも多い。2004年東京芸術大学大学院美術研究科文化財。 保存学専攻保存修復彫刻研究室教授に就任する。2018年、福島県万代町へ日時からの依頼で、同研究室の学生、スタッフと共に、本尊上録、薬師如来座像の復元授業を3年の年月をかけ、完成させる。2021年3月まで、東京芸術大学教授として、文化財の保存修復などを指導した。 平常1300年記念事業のマスコット、セントくんを制作、セントくんのお父さんとして世間に広く認知されるようになる。その後も、堺井市博物館公式キャラクターである、堺井岳くんなどのデザインも手掛ける。矢部内里氏がプロデュースを行う仮面芸能集団。2009年、セントくんのファミリーとして誕生した。形式にとらわれない。 様々な演者によって展開していくパフォーマンス集団である。2009年には、フリーウミ氏を自称する南さすが率いる、さすが組や、お豆腐狂言で知られる大倉流、茂山狂言の茂山組、そしてモダンバレーやタップ、ジャズダンスなどの先鋭的なダンサーたちが繰り広げる、雨の渦め組など3つの組で活動が始まる。 仏像の古典技法と保存修復の研究に従事した経験をもとに、ヒノキ、漆、顔料などを素材とする独自の製作技法を開発。矢部内里氏の作品世界を代表的するキャラクターである、童子は、神羅万象に潜む命の根源を象徴し、彼らを通じて仏教的世界観やアニミズム的生命観を表現し続けている。 桃太郎白人鳥木彫木彫作品から、型取りを行い鋳造をすることで、これまでに、数多くのブロンズ作品制作も行う。現代では、当たり前となっているが、ブロンズ作品の鋳造にエディションを設け、美術品としてのブロンズ作品の価値を高める試みを、早い段階で確立した。また、 アートフォーザパブリックとして、ブロンズ作品による屋外や公共空間にも活動の場を広げ、住民の側に立った街づくりにも積極的に参加している。ありがとうございます。